皆さんこんにちは、イケボです。今回はですね、ウェスタンラインという電車を今まで多分動画では一度もお見せしたことがないので乗っていこうと思います。今いるのがヘンダーソンという駅です。で、早速今電車が到着したところですね。こちらに乗っていこうと思います。ウェスタンラインなんですけれども、今まで動画で今でも一度もお伝えしたことがないと思いますが、ちょっとご紹介しようと思います。ウェスタンラインはこちら黄緑色のラインですね。私が今乗ったのがヘンダーソンという駅で、こちらからブリートマートの駅まで向かうと思うんですが、途中1箇所だけですね、アフォンデール、この駅がちょっと景色がいいのでそこだけご覧に入れようと思います。他には特に見どころもないので、正直紹介するものがないですね。全体の地図がこんな感じでして、こちらがブリートマートで、私が乗ったのがここヘンダーソンという駅ですね。実は私の家も今ここにあるんですけれども、ここから乗ってぐるっとここの湾を迂回するようにして鉄道が通っています。実はですね、オークランドの鉄道路線の中では一番所要時間が長くてですね、ブリートマートから終点のスワンソンというところなんですが、スワンソンまで行くと大体40分から50分ほどかかります。で、面白いのが、一部動画でもお伝えしたことがあるんですけれども、ここのニューマーケットというかですね、こちらでスイッチバックをしていくという運転を日常的に行っている路線でもあります。外の景色は大体こんな感じです。ずっとこんな感じの景色が続きます。電車が最初に入ってきたのがニューリンという駅でして、ここは結構大きな、オークランド東部でもかなり大きいバスターミナルになっています。お客さんの乗り降りする数も結構多いですね。堀槍の中に駅が作り上げておりまして、上が一部こういうふうに窓ガラスになっていて、日の光が差し込んできます。これは無賃乗車防止のポスターですね。なかなかユーモアがあります。はい、で、先ほど言っていたアボンデールの駅がこちらになりますね。ずっと奥の方まで平地が広がっておりまして、さらにその奥にはオークランド北部にある山々が見ることができます。なかなか綺麗なもんですよ、比較的。あ、でもずっと住宅っていうのはありますけどね。こちらがニューマーケットの駅でして、先ほど見えていたのが旅客列車が通らない貨物線で、私たちが乗っているのが、ウェスタンラインとちょうどサウザンラインとかオネフンガラインが合流するところですね。今合流しました。ちょっとジョイントの音が聞こえるんじゃないかなと思います。で、こちら、真ん中の2番線、まあ、番線は分からないんですが、真ん中の線路に入っていきまして、ここで1分ほど停車、そして折り返していくという次第です。ニューマーケットで乗り降りするお客さんもなかなか多いんですけれども、ブリットマートほどではないです。で、1分ほど停車したのうちにこういうふうにバックしていきます。ここがクエイパークジャンクションというところで、以前動画でもお伝えしましたが、かなりの急カーブになっておりますので、本当に20キロぐらい、時速20キロぐらい、それぐらいでゆっくりゆっくりと進んでいきます。ここを越えますと、もうすぐブリートマートの終着の駅になっています。このジャンクションとブリートマートの間は、今見えてきたイースタンラインの線路も合流して、合計4路線が乗り入れていくことになります。はい、ということでですね、ブリートマートの駅に到着しましたが、ホームに降りたらですね、いきなりなんか少年みたいな人が警察に手錠かけられててびっくりしましたけれども、はい。駅から少々歩いてですね、オークランドの目抜き通りであるクイーンズストリートに来たんですけれども、今日は3月17日かな、日曜日になるんですね。日曜日だと普通もっと人通りが多いんですよ。もう本当に肩と肩が触れ合うぐらい多いんですけれども、2日前にクライストチャーチで銃撃事件が起こりまして、ひょっとしたらそれで人通りがあんまり少なくなってるのかな、あんまり多くないのかなと思います。もう本当に普段の半分ぐらいしかいないですね。ニュージーランドではもう、未だに銃撃事件のことがトップニュースでずっと報道されてますので、それの影響がかなり、このクライストチャーチとはかなり離れたオークランドにも出ているんではないでしょうか。ということで、電車の動画は以上になります。ちょっとね、あんまり準備とかもしてなかったんで拙い内容になってしまったかもしれないですが、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。